おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日もあなたのために一日が広がってます。神からの贈り物です。いろんなところにさまざまな事柄で出かけていく方々もいらっしゃると思いますし、今いる場所で今日の一日をある作業をしながら使える、そういう人もおられるでしょう。今日あなたに送るバイブルからの言葉は詩編の27編4節の言葉です。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。この詩編の歌人の一つの願い、神への願いは、あなたと共に住まうこと、あなたの麗しさを仰ぎ見ながら、その宮、まさに主の家で思いにふける、そのために。ジーザスはインマニュエルとも呼ばれました。神、あなたと共にいる。詩編の歌人は、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭と杖、それが私の慰めです。あなたは私の敵の前で食事を整えてくださいます。私の頭に油を注いでくださいます。私の杯あふれています。まことに命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ここでも歌人は主の臨在の中で、この慈しみと憐れみが満ちあふれる中で、ずっと主と過ごしたい。この主の臨在はあなたにも約束されています。いや、今あなたに与えられています。私はあなたと共におられる、一緒にいるよという方は、今日あなたにその恵み、憐れみ、祝福、潤いを体験させてくださいます。ぜひその臨在を感じれる一日でありますように。Have a good day.